釜焚き終了しました。2018年10月15日です。ここのは中に、釜の小屋に移動しました。ここ移動しました。ここは使ってないです。ここは炊きました。ここは、乾かすために中に移動しただけです。ここのは、中に、全部炊いたということです。一旦ここに移動したんですけど、ここですね、結局全部炊きました。赤松このヘルメットの上ぐらいまであったのを全部、ここまで炊きました。あとこれはさっきのとこから移動しただけです。ここにあったものは全部なくなりました。ここの細煮も全部炊きました。これが中から移動したものです。外から移動して乾かしてたものです。こっちもなくなりました。ここにあった臓器もなくなりました。あとここいい薪ですが使いまして、ここまで減ってます。角のところにあったのは全部なくなりました。ここにあったのも全部なくなりました。ここにあったものもなくなりました。ここも少し使いました。ここも少し使って、あとここの上に岩ビスケの角材の細置き全部使いました。ここは使ってないです。ここも使ってないです。ここは木村くんがやる前にも随分使いました。肩の高さぐらいまでありました。胸ぐらいか。以上です。